もこんにちは、タートル比嘉です。すごいビッグなゲストに来ていただきました、ラッキー池田さんです。どうぞ。どうも皆さん、お久しぶりです。ラッキーダンスでおなじみの NSC 元ダンス講師、ラッキー池田です。バカーハッピーバレー。あー、そっかそっか、もうこっちも出てこない。すごいですね。踊る大変なことしかいないから、はい、じゃあ始めますか。いや、もう始まってますから。もう始まってるんですよ。始めます。あれ、普通自動車は実は、あの自衛隊って陸上自衛隊に関しては普通免許ない状態でいきなり大型を取るんですよね。ええ、だから免許に普通免許1、大型免許1ってなるところ、自衛隊出身の方は大型1で、いきなり。でもちっちゃい車から取れるんですよ。教習車がいきなりトラック、いきなり。そう、しかも緑色の迷彩のトラックだから路上教習みんな避けてくれる。それで言うと、うん、ちょっとオナニーとかいつするんですかね。あ、いつでもしますよ。いつでも。なるほど。ヒッキーさんって、はい、ずっと小さい時からこの感じのこういう性格だったんですか。意外と内向的な性格で。ああ、はい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 。そうですね、暗かった時期。あ、あるんだ。ありますね。なんかね、元自衛隊芸人のヒッキー北風さんと日本の国防を考えていきたいなと思います。はい、はい、本当は海上保安局に入りたかった。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。いや、ちょっとごめんなさい、本当全然わかんないです、意味が。あ、わかりませんか。意味がわかんないです。みんな自衛隊しかわかんないです。これ例えばですけれども、はい、海猿に憧れて、はい、海上自衛隊に入ったものの、海猿は海上保安局だと気づくっていうこのパターンです。呼ばれたにもかかわらず、最終的に出入り禁止になるんですよ。嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど生理的に無理って言ってるじゃないですか。あれちょっとね、ダメですね。変えたい、あれ変えないと。嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど生理的に無料。これは嬉しい。これでしょ。これいいっすね。これですよ、多分。はい、じゃあエンディングなんですけれども、ちょっとなん、